今日2月20日は乃木坂46の橋本七海さんの誕生日であり乃木坂46を卒業する日でもありそして芸能界を引退する日でもあります。 ななみ見てるか俺さななみのこと大好きだったんだよ大好きだった将来俺とななみは絶対結婚するけどさそれまで寂しい ななみが乃木坂を卒業して普通の女の子に戻るその期間すごい寂しいよ俺は寂しいけど普通の女の子に戻って俺と出会うじゃん絶対に出会うじゃんそして俺と結婚する間違いない俺のお嫁さんになれよお前はもう俺のお嫁さんになれななみ も俺はナナミがどれだけ好きかっていうのをね、ちょっと、うん。まあ、見せたいというか、まあ、まずこれだよね。ナナミの生写真だよ。俺これ持ってるよ。ナナミの生写真。これに兵引っ掛けたこともあったな。<laughs> まあ兵出なかったのか、あの時は、うん。最低なことしたな、俺も。そして、 この缶バッチな俺ななみのこと愛してるだろまあ、これだけなんだけどさ持ってんのななみごめんちょっと言葉がうまくまとまんないけどさまずやっぱり言わせてくれ誕生日おめでとうえー、卒業おめでとう芸能界引退寂しいけど お疲れ様これれこだけお会いしてく今まで楽しませてもらいました、えー、かわいいし、うん、あの本当に僕の活力にもなりましたありがとうございましたここでナラミに1曲歌いたいと思います聴いてください

で好きだななみが今までしてくれたことって何かないや考えなくてもわかるななみはみんなに笑顔を振りまいてきたね ありがとうそしてお疲れ様。まナナまた会おうねありがとうございましたナナミありがとう絶対俺と結婚しような まあ芸能人として俺は芸人大野高弘、そして乃木坂46橋本成美として会い,会,会,い会,い会,い会いたかったけど会えなかった会いたかった会いたかった会いたかったけど会えなかったでも一般人の橋本成美としてね俺と出会うから絶対結婚しような この動画、伝説になれはい、ということで、橋本奈のみさんありがとうございました明日からは生田絵梨香ちゃんを応援したいと思いますありがたいぜ、ありがたいぜ 「これってありがたいぜありがたいぜありがたいぜ」これってありがたいぜ